育てに役に立つグッズやサービスをご紹介しております。日経トレンディの森森さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お家でできますよと。これで？これで。いやいや、あれはね、プロの技なんですよ。ですよね。でも、こうできるようなのが発売されたってことですか？そうです。では早速、泡立ちのを使って作ってみましょうか。牛乳を入れます。無脂肪乳、冷たいものですね。はい。中にある線までですね。はい、ここの線まで。で、このモーターと電池の入っているユニットを、はい、ちょっと上からはめつけます。でここに中にあのこう羽があるんですね。ですね。でこれが回って、泡立てると。動かすと、はい、だいたい1分。1分。おお、立ってきました。ほら見て見て、すごい。すごい泡立ってきますね。さあ1分経ちましたね。経ちました。はい。でなんかあの泡をしっかりさせたい場合は、うん、なんか少しだけ長めにするとか。なるほど。話だったんで、今日は気持ち長めにいきます。そうですね。はい。じゃあそろそろ止めますね。はい。で、止めて今度は、はい、大体2分から3分ぐらい、うん、泡を落ち着かせるために待ちます。いよいよ。はい。やってみますか。やっちゃいますか？やっちゃいますか。はい。ここにあの、コックみたいな。ああ、で、本当だ。泡はここ今塞がってる状態で、はい。で、一番下にちょっと液体が残ってるので、牛乳の。はい。まずこれをひねって、先に液体を出しておきます。出ましたよ。で、はい、残ってるのが泡です。このですね、レバーを引くと、はい、あ、泡降りてきて、うわ、本当だ本当だ。ニューイート出てきて、こう立体的にするぞ、あれ。3D ラテアートだから、こう盛り上げないとダメなんですね。なんか盛り上がった気しません？あ、盛り上がりました。本当だ。で、もう一個丸いのを上に乗っけ。うん。これはモリモリは何を作ろうとしているのか。正解した方に何かプレゼント。やっぱ温度とかも関係あるんだろうね。結構冷やした方がいい。5度ぐらい。5度ぐらいが。よりも冷たいぐらいがいい。チョコとか。はい。あの、もしくは濃いココアとか。うんうん。まあ、色がつきそうなものを、まあ、爪楊枝で。皮とかを描いていくんですね。はい、一応雪だるまのつもり。はい、完成です。雪だるまです。今日今モリモリさんが作ったのこちらですね。結構立体的に上の方にこうモリモリっとできるんだ。あれ子供取り合いになりますね。なりますね。僕が描く、私がってなりますよね。ちなみにこれはデコラッテって別の商品なんですけど、デコラッテ、はい、これは中にこういうシートが入っていて、おでこれをただあったかい飲み物の上に乗っけると 3D じゃないですけど、はい、2D のラテアートができる。へー、これ簡単ですね。でここにちょっと出っ張りというか、あ、切り込みみたいのがあるんで、そーっと持ちます。はい。でもこれは乗せるだけ、乗せるだけ、ほい、いいじゃないですか。いいじゃないですか。これはいいよ。これ子供にね、うん、突然これポッて子供が乗せてくれて、はいって持ってこられちゃったらもうパパ泣いちゃうね。うありがとうとか言われて。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。パソコンからご覧の方はこちら。そしてスマートフォン、タブレットからご覧の方はこちらの下からチャンネル登録をしてくださいね。ぜひまた見てください。